お下がりください、お嬢様。ここは私どもが。お前たちかかってろ。ミュージックスタート。釣れたようだ。逃がさない。次伯爵。おい、兵撃用意。いや、お嬢様を守るのが優先だ。ここは俺たち、私が。お前たちは佐藤さんのそばに来てくれ。しびれなさい。間違えた。やまた攻撃が来る。サント様、私のそばに。なお守るからね。よっ、はっ、はっ、はっ、前方にある村で少し休めるでしょう。お嬢様、大丈夫ですか？はい、ここまで来ればもう大丈夫です。旅人さん、あそこが鳴神島へ続く道です。天領奉行から稲妻全土で通用する通行証を特別に発行するよう鎌地さんに手紙で頼んであります。お礼と。お嬢様。やっぱりそういうことだったのか。こんなことだろうとは思っていたが、新庄お前。いや、それはない。お嬢様はきっと考えあってのことだ。ですよね、お嬢様。その、お嬢様がおっしゃっていた、鎌地というのは。もう隠す必要はありません。私の意中の人です。意中の人。おいおい、嘘だろ。新庄お前まさか。なんでもない。なんとなく聞いてみただけだよ。俺がそんな夢みたいなこと思ってるわけ。二人とも心配しないでください。このことは何も知らないことにしておけば問題ありません。もし父上が咎めても私が全責任を負います。そうするしかありませんね。わかりました、お嬢様。でも千里さん、もし本当にバレたらどうするんだ？大丈夫です。父上は小さい頃から私を可愛がっています。ひどくても食事を半日抜きにされるだけでしょう。ご心配なさらないでください。あのじいさんにそんな一面があったとは。ではお二人ともお気をつけて、またいつかお会いしましょう。うん、またね、佐藤さん。ほら、さっさと貨物を運ぶぞ。何を塞ぎ込んでんだ。今日は外に出るべきじゃないわ。え？私、昨日も同じこと言ったかしら？
子供たちよ、こっちに行きなさい。ちょうど探してたところじゃ。どうしたんだ、ピンボーよ。何かオイラたちに手伝ってほしいことでもあるのか。いや、子供たちはリユエコーのために十分手助けをしてくれた。これ以上面倒はかけられんよ。今回はバーヤの仲間たちと一緒に子供たちに贈り物を用意したんじゃ。お、贈り物。あ、子供たちよ、まだリーウェに来て間もないというのに、もう世渡りが上手になったみたいじゃの。じゃが、この贈り物は何が何でも受け取っておくれ。以前先人の鈴を探すために壺に入ってもらった時、おちびちゃんからいつも野宿をしていると聞いての。まだまだ旅は長いんじゃ。このままじゃいかん。幸いバーヤは年こそ取ったものの、まだわずかながらに外形の力を使える。おや、まだ言っておらんかったか。バーヤたちは昔帝君から恩恵を受けたことで三眼五剣の力を身に宿しておるんじゃ。いろいろと能力はあるが、その中でも外形の力は小さな世界を想像することができる。前に子供たちが入った壺もその力で簡単に作ったものなんじゃ。あんなすごい壺なのに簡単に。あの世界をなすためには浮世を離れる必要がある。そんな大層なものじゃないよ。帝君はその昔山を動かし海を埋めたんじゃ。それこそ神業と言えるものじゃろう。まあ昔の話はこの辺にして、その贈り物じゃが、まだ最後の材料が足りておらんのじゃ。そうだぞ、オイラたち探し物は得意だからな。材料探しなら任せろ。まあまあ、二人ともそうせかすでない。もうすでに足の速い者に任せてある。必要な材料は特別なんじゃ。子供たちでは探すのがちょっと難しい。それに今じゃもうほとんど目にしない材料もあるからの。例えば敵家州の河原下にある借金の泥とかじゃな。以前この泥を取るときはルリユリがたくさん咲いている場所を探さないといけなかった。そしてルリユリの根をたどって掘っていき、運が良ければ借金の泥が一つかみだけ見つかる。じゃが敵家州があんなことになってからはもう誰もこの方法を使うことができなくなった。さらにそれより困難なのが双眼鏡園から採掘できる水角石じゃ。黒岩城があそこで採掘を始めてからはそれもほとんど見当たらなくなった。水角石は貴重な戦物で、常人では千人の気に耐えられない。長く触れれば体に害をなすじゃろう。あの子がそれを見つけられるといいんじゃが。ピンバーヤは仙人だし、その子も仙人なのか。まあ彼女も仙人と言えなくもない。なくもないって、なんでリーユエコーにはこんなにたくさん仙人がいるんだ。どこに行っても
仙人に会えそうだし、もしかしたらオイラたちが食事してる時も横に仙人が座ってるなんて可能性もあるよな。ありえるかもしれんの。バーヤの仲間たちには属性が好きなものが何人もおるしな。バーヤ、ただいま。おや、この二人は？紹介しよう。この子はエンヒ、さっき言ってた子じゃよ。エンヒ、こちらは旅人と彼の仲間じゃ。知っておるな？ああ、もちろん知ってる。戦艦軍の記録に詳しく載っていたから。以前冷戦儀式の騒動で戦艦軍に不審者として指名手配され、頭痛の間で戦艦軍を撃退し、ファデュイとも関わり、最後はバーヤと共に魔人を撃退、七星のおかげで容疑が晴れたと。実に惜しい。そう、私に会えなかったことが。もっと早くに会えていたら、その場で容疑を晴らすとまではいかなくても、少なくとも、ひどい目に遭わずに済んでただろうな。改めて自己紹介しよう。私は縁妃、法律家だ。法律に関する困りごとがあれば私を尋ねるといい。ああそうだ、私の名刺を、連絡方法と職場の住所が載ってる。急用ならその住所に手紙を。ああ、それと初めてのお客さんには割引があって。縁妃、そろそろ本題に入ろう。今の二人には法律の助けなんていらないじゃろ。子供たちや、そう驚かないでおくれ。この子はいつもこうなんじゃ。自分のことを話し出すと止まらない。オイラたちがこれまで会ってきた仙人とはなんか全然違うような。仙人？まあそうとも言える。お父様は自分のことを仙人だと言っていた。かつて元王帝君と共に戦場に立っていたらしい。戦いが終わった後、帰郷してお母様と結婚したそうだ。それから私が生まれた。私が大きくなった後、お父様はお母様と一緒に外の世界を漫遊している。だから私は今バーヤと一緒にここで暮らしているんだ。なんか勝手だな。仙人たちってリーユエコを守るため契約に従ってるんじゃないのか。なんで急にそれを放り出して結婚したんだ。お父様から聞いた話によると、帝君とはそのことについて話し合いをしたらしい。それで同意を得た上で故郷に帰ったそうだ。結婚をした時、帝君からのお祝いも受けたという。まあそのことについては一旦置いておいて。まあや、頼まれてたものはほぼ揃ったぞ。けど水角石だけはどうしても探す手立てがない。今双眼鏡園は完全に封鎖されていて入れそうにない。申請をしようにもそれも通らないだろう。どうやら総務省はあそこを徹底的に封鎖することにしたようだ。そうじゃったか。しかし水角石がないとなると面倒じゃな。えんひ、何か案はあるかの。リーウェコを助けてくれた者たちにどうしても礼をしたくてな。わかってる。バーヤから何回も言われてたし、双眼鏡園から水角石を取れなくとも別の方法があるかもしれない。ちょっと待ってて、調べてみる。うわ、すっごく分厚い本だな。何が載ってるんだ。商業競技、鉱石、スネーシナヤ。うんうん、見つけた。このクロッサルというスネーシナヤの商人から希少な鉱石の法律に関して依頼されたことがある。彼は水角石を仕入れてかんざしを作ろうとしていた。そこに法的な問題が潜んでいないか聞かれたんだ。スネージナヤに持ち帰って売るらしい。よし、彼を探してくる。もしかしたら水角石、もしくはその手がかりを見つけられるかもしれない。お前も一緒に来るのか。ダメとは言わないが、横で見ているだけにしてくれ。安易に首を突っ込んで法に抵触しないようにな。法律を理由に警告してくるなんて、そんな仙人初めて会ったぞ。彼女と行動するときはオイラたちもいろいろ注意しよう。